両チームのエースの攻防によって、勝負は決したかに見えた。バスケットボール男子の W 杯1次リーグ第2戦の日本対フィンランド戦。第3クォーター、9、残り5分9秒のことだ。日本の精神的支柱であり、今大会のメンバー唯一の NBA プレーヤーでもある渡辺優太がダンクシュートを狙いに行った。写真、え、スラムダンク、と全く一緒。 ルカワと桜木のハイタッチを彷彿とさせるリアルスラダンの決定的写真やあの選手の美人女優妻も簡単不疑問符213センチの NBA プレーヤーマルカネンや代表チームの戦いの様子を見る50枚超しかし渾身の一撃はフィンランド唯一の NBA プレーヤーで 世界のトップ選手の証である NBA オールスターにも選ばれたラウリー・マルカネンによってブロックされてしまう。直後のフィンランドの攻撃。今度はマルカネンが空中でパスを受けると両手でそのままリングに叩き込んだ。バスケットボールの花、アリウープの完成だ。これで14点差。そのショックは大きく、さらに点差は開いた。第3球残り2分46秒。 この試合最大となる18点のビハインドを日本は追うことになった。フィーバーランキングでは日本より12ランクも上の24位で、近年飛躍的な成長を遂げているフィンランドとのこの点差は絶望的なものに見えた。しかし、日本の勝利を信じている選手がいた。とにかく、勝ちたい、その執念だけだったと思います。フィンランドはランキングでも僕たちよりはるかに上で、 何回やっても常に勝てるような相手ではないというのは僕たち自身が分かっていた。だから40分間、一つ一つのプレーに一喜一憂することなく戦い続けました。自分たちの流れが来ることを信じて絶望的に見えた流れについてそう振り返ったのは22歳のポイントガード、PG の河村勇気だ。そしてチームには河村と同じ年の22歳で、 高校時代からしのぎを削っていた富永啓生という気大のシューターもいた。自信を持って打つんだ。お前のシュート力が必要になってくるんだから、馬場雄大、シュートを打ち続けてください。トム・ホーバスヘッドコーチ、ドイツとの開幕戦で徹底マークに遭い苦しんでいた富永は、周囲からそう声をかけられていた。それは富永の能力をみんなが認めていることに加えて、 積極的にスリーピースシュートを打つことがチームのコンセプトだったからだ。ホーバスヘッドコーチ、HC が代表チームに求めたのは、ハードなディフェンスとハイペースの攻撃からスリーピースシュートを多用するオフェンスだ。現代バスケットボールの得点効率の統計学をもとに、彼は戦略を決めている。実際 同様の戦略で、女子の日本代表を東京五輪で銀メダルに導いた。そしてその功績を評価され、東京五輪後に男子の日本代表の HC に招かれており、その基本戦略がぶれることはない。裏を返せば、どれだけ苦しくても日本の選手たちはシュートを打ち続けないといけないということでもある。ドイツ戦で本領を発揮できなかった富永は、 フィンランド戦の絶望的に見える状況下でも、そのチームコンセプトを体現し続けていた。第3球の残り2分33秒、富永が強気にシュートを打って日本は2点を返した。そこから1分もしないうちにアウトサイドでパスを受けた富永は、今度は迷うことなくスリーピースシュートを放ち、きれいにリングに通した。さらに 第3球残り3秒の時点で馬場のスリーピースも決まり63から73の10点差にして最終球を迎えるそして最終球開始から1分9秒が経った時点で富永が再びスリーピースを決めついに7点差にその直後フィンランドのパスを富永がパスカットしそうになったのを見てフィンランドはたまらずにタイムアウトを取ったタイムアウトでの細かい指示はわからなくても 一つだけはっきりしたことがあった。フィンランドが守備の優先順位を変えてきたことだ。そこからフィンランドは富永に徹底してシュートを打たせない守備戦術を採用してきた。具体的には日本の選手が富永に対してスクリーンをかけようとするときには2人がかりで富永に寄っていきシュートチャンスを与えない動きを徹底してきた。第4球残り7分26秒。 ボールを持った富永に日本の帰化選手であるジョシュ・ホーキンソンがスクリーンをかけに行く。これに対応してきたフィンランドの2選手が富永に寄せてきたのを見て、富永はフリーになっていたホーキンソンにパス。ホーキンソンがこれを決め、4点差に追い上げを見せる。キャプテンの富樫勇樹が、あの時間帯を振り返る。富永のシュートが立て続けに、 入って、相手は何か違うことをしないといけなくなって。でも、ローテーションはうまくできず、あれは、すごく大きかったと思います。日本はフィンランドが採用した、それまでとは異なる守備戦術を逆に利用できるようになった。富永のスリーピースシュートの脅威がフィンランドの戦い方を変え、それが試合の流れを完全に変えたのだ。残り6分48秒。 今度はボールのないところで、河村が富永のすぐ横をドリブルでアタックする。前半であれば河村と富永のマークが入れ替わることもあったシチュエーションだが、相手は富永をフリーにさせたくない。そのため、河村の動きへの対応が遅れた。それを察知した河村が馬場にパスを預けると、すぐにアウトサイドに出てリターンパスを受ける。そして、 迷うことなくスリーピースシュートを決めてみせた。ここからは河村がゲームを支配することになった。相手の富永対策を逆手に取るかのように、河村がホーキンソンに決定的なパス。そこから得点が生まれ、2点差。これが残り6分10秒の時点だ。そして、残り4分35秒。右サイドで相手と1オン1のシチュエーションになった河村が強引にドライブして、 相手のファールを受けながらもレイアップを決める。ボーナスのフリースローも決める3点プレーこれで79から78と日本がついに逆転に成功した。こうなると、ホームの大声援を受けて戦う日本に傾いた流れはやめられない。河村はさらに3本のスリーピースシュートを決めて勝負あり。 NBA のオールスタープレイヤーであるマルカネンを要して強豪国にのし上がろうとしているフィンランドを相手に98対88で勝利をつかんだ。その河村はゲームをこう振り返った。やはり一人に頼ることなく、全員がバランスよく点を取ること。一人がボールを持ち続けることなくボールをムーブさせて、いろいろなオプションを試していくこと。それが相手に的を絞らせることなく、 得点に結びついたのではないかと思うので、登録メンバーの12人全員でバスケットをした結果かなと思います。終わってみればチーム最多の9アシストを記録しつつ、富永と並んで最多タイとなる4本のスリーピースシュートを決め、沖縄アリーナを川村劇場へと変えてみせた。川村は B リーグの申し子と言える存在だ。 高校3年生の時にインターン制度にあたる特別指定制度を利用し、当時最年少の選手としてデビューした。昨シーズンは MVP にも輝き、間違いなく B リーグで最も成長した選手である。しかし、ここに至るまでに彼は苦しんでいた。5月に B リーグで負った怪我によって出遅れた影響があったからだ。怪我をしてからの河村は、 怪我をする前よりも強くなって帰ってくることをテーマに、バスケにも野球にも精通したパーソナルトレーナーと共に肉体改造に取り組んでいた。下半身と上半身の連動性もそうですし、シュートを打つときの肩の連動性というのは、すごく大事です。野球とバスケにも通じるものがあるので、そういったところにも取り組んだことでシュートの感覚はさらに良くなったと思います。確かな手応えはあった。 しかし、正しいプロセスを踏んでいるのにもかかわらず、復帰後の試合ではなかなかスリーピースシュートが決まらなかった。それでも河村は焦らなかった。実際、シュートが決まらない要因としては W 杯で使用される公式球が普段とは違うことや、守備のタスクなどいくつもあった。ただ、言い訳となりそうな要因がある中で、状況を冷静に分析して、原因を見つけ、 自らに言い聞かすように語っていた。やはり、実践に対する慣れ、の部分です。復帰してからはまだ1ヶ月くらいしか経っていないですけど、体力面でスタミナが追いつかず、疲れてきてシュートが短くなったりしてしまう。そこが一番の問題かなと思うので、試合に対する慣れとともに、確率は上がってくると思います。ただ、練習はしっかりしているので、 そんななに不安は感じないです。その言葉通りドイツとの開幕戦でスリーピースがなかなか入らなくても河村の姿勢は変わらなかった自分のためにもスリーピースシュートを多用するチームのコンセプトを守るためにもアウトサイドからのシュートを打ち続け最終的にはチーム2番目となる9本のスリーピースを放っていただからだろうフィンランド戦でしっかり決められたのは 前のドイツ戦でシュートが入らなくてもきちんと打ち続けた効果があったのではと問うと、河村は間髪入れず、即答した。それはありますね。本当にここ最近、ずっと打ち続けて入らなかった悔しさというのはあったし、チームメート、ファンの皆さん、本当にたくさんの方に迷惑をかけてきたので。この試合だけではなくて、今後もシュートを決め続けることが一流の選手だと思うし。 1>, 1試合だけではなく、またあさってのオーストラリア戦で、良い結果を残して、アジア1位を取りたいなと思います。アジア1位の成績を残すこと。これが、今回の W 杯での日本の目標である。実は今大会は、来年に控えるパリ五輪の世。戦も兼ねている。そのため、アジアから参加している6カ国の中で1位の成績を残せば、 五輪の出場権を手にできる8月27日の試合終了時点でアジアのチームで勝利を挙げたのは日本だけだ。チームを背負い代表の顔役として悲壮な覚悟をしている渡辺は大会前に勝てない選手がいても仕方がない。パリ五輪の出場権を取れなければ代表を引退しますと宣言しチーム全員に奮起を促していた。 フィンランド戦前日の練習後に、その渡辺と共にアジア他国の成績について話しながらバスへと乗り込んでいったのが河村だった。河村は、フィンランド戦後のロッカールームで渡辺にこう声をかけた。まだまだ代表引退なんてさせませんよ。